JLS はイギリスの4人組ボーイズグループ。グループ名の JLS はジャック・ザ・ラッド・スイングの頭文字。2006年から2008年まで U4 として活動。2008年からグループ名を JLS に変更した。2008年にイギリスの音楽オーディション番組 X ファクターで準優勝。準優勝ながら優勝者を超えるレコードセールスを記録している。 彼らの始まりはメンバーの一人であるオリーシェが音楽業界に入ろうと決めたところから始まった。その頃、オリーシェの母親は多発性硬化症を患っており、彼には母親の治療法を見つけるために資金を調達する必要があった。その後マービン、アストン、JBE の順で加わり UFO を結成した。アストンらメンバーは X ファクターの 第5シリーズに出場することを決めたが、すでに UFO というグループ名は使われており、グループ名を変更せざるを得なかったため JLS に変更した。彼らはリアーナのアンブレラなどを披露し、ファイナル出場を果たした。これはボーイズグループとしては史上4組目となる快挙だったが、ファイナルでは惜しくもアレクサンドラバークに次ぐ準優勝に終わった。 2009年7月にデビューシングル Beat Again をリリース。同月19日に全英シングルチャート1位を獲得する。同年11月9日にデビューアルバム JLS をリリースし、全英アルバムチャート1位を記録。このアルバムは100万枚をセールスしこの年のイギリスのアルバムで6番目の売り上げを記録した。さらに同アルバムからのセカンドシングル Everybody in Love は、 UK シングルチャート1位を記録。サードシングルワンショットは6位を記録した。2010年7月4日にリードシングルとしてザ・クラブ・イズ・アライブをリリース。さらに、セカンドシングルとしてラブ・ユーモアをリリースしどちらも UK シングルチャート1位を記録した。そして同年11月22日にセカンドアルバムアウタディス・ワールドをリリースし、UK アルバムチャート1位を記録。 さらに同アルバムからサードシングルアイズワイドシャットをリリースしてこれもまた UK シングルチャートで1位を記録した。この曲が JLS にとっては5曲目の UK シングルチャート1位となった。2011年11月14日にリリース。UK アルバムチャートで2位を記録、アイルランドでも5位を記録した。リードシングルとして C メイクスメワナフィーチャリングデーブとテイク。 A チャンスオンメがリリースされた。また、2012年の1月1日にサードシングルとして、Do You Feel f o r w a t I Feel, が発売された。しかし UK シングルチャート16位にとどまり、これまでのシングルの中で最低の順位となった。2012年11月5日にフォースアルバム、Evolution がリリースされた。2012年3月18日に、スポーツ救済のチャリティシングルとして、 プラウドがリリースされた。ありがとうございます。